57 42.5 くらい、幅23とかそんなもん。バックセットは 50mm、 トフードは途切れ。疲れた。よいしょ。横から見たいというご指摘がございました。はい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 。でれれれれってん。J レバー。川口技研。あ、川口技研で使ったんだ俺。ハンドルを左右変え。右と左両方対応してますよと。21より小さいと部品が当てます。必ず寸法通り加工してください。21。あれ。頼む。あ、よかった。21.6。21。アジャストですね。素晴らしい。これがこのままだと、こっちが中になるから、ハンドルが逆だと。これは多分、一緒だな。一緒。あ、技研って書いてある。一緒一緒。っていうかもう一緒なんだよな。あ、いた！いた！なんで座ってんすの？ハンドルを左右変える場合、外す、切り替えストッパーつける、1外す、凸部が上に来る、全く理解できない。こうして、あ、ちょっとやだ、汚い汚い手で、ちょっとやだ、ティッシュティッシュマン。あ、膝が痛い。なんだって。あ、曲がんないじゃん。この切ってあるところ、ここに要はストッパーをはめ込むだけっていう、ただその作業なんですよ。ですから、とにかく大事なのは押すこと。とにかくこいつを押し込んであげて、こいつをこう押し込んだらがっちりこうホールド、ね、ホールドしてあげる。でこう隙間を作った状態でこいつをこうしたら、もう全然あと力かける必要ない。隙間に食い込ませてあげて、ほら見えてました今。ちゃんとこう隙間ができていれば軽い力でもありますから、はい。そしたらあとはこのこいつの向きを間違えないように入れて、これが外でしょう。あ、この穴開けないといけないの、マジか。 35mm 上に 21mm の穴開ける、 20mm があるんだ。しっかりし、21がなくって、その次は 32mm。 必ずって書いてあるけど、本当に 21mm 必要？本当に 21mm 必要？だってこれは、いや絶対いらないでしょ。だってぶつかんないんだよ。21なんか出っ張ってるわけでもないしね。ちなみにこの穴は 21mm なんです。うー、あー、つま、あ、いた、いきます。斜め、すんごいよこれ。はあ、怒られるわ。うん、やばい。ちょっと待って、反対側やばくね。あ、ちょっと待って、やばい。おい、ナイスリカバリー。よいしょ。
ナイスリカバリー、言い聞かせろ。熱所、ここもフィーリングですよ。あ、これ危ねえやつだ。ちょっと掃除しよう。